画面の前の皆様、こんにちは。ナルビトピューでございます。本日はデッドバイデイライトのね、実況をやっていこうと思うんですが、今回はね、ちょっとさっきまでもうずっとプレイしていたんですが、今回ちょっとね、急いで録画を、音声ありでね、録画を開始したのは、今回なんと生存者4人全員がクローデットということでね、まあクローデット4人組でなんとか脱出を目指してやっていこうと。でね、全員キャラ同じなの私初めてなんだよね。でもギデオンかなんて運の悪い。私ね、ハントですか。ちょっと待って、いる？音聞こえるけど猫が反応してない。まず1個。はいはい、ここね。私まだかつてギデオンで逃げ切れたことないんですよね。生存者たちを、ていうか多分このギデオンって一番、どっちから来る、どっちから来る、どっちから来る。あ、来なかったね。このギデオンって確か一番生存率低かったんじゃなかったっけ、生還率が。まあラスト1人になった時にハッチがこのね、地下の階層に出現するっていう。あー、女狩人、女狩人の子守唄、まあ通称ララバイって言われるやつですね。子守唄ララバイ。まあ釣られなければね問題ないんですけど、釣られたらもう誰か釣られるとね、やばくなってくる。前一回あげたかな、トラッパー戦で誰も、女狩人の子守唄のトークンが溜まった状態でね、スキルチェックに何回も失敗するっていう動画をね、多分上げてると思います。あー、どこだ。よしよしよし。いや、さっきまでね、生存者の、ネアで、やっちまった。ネアでね、プレイしていたんですけど、まあその時ね、教官がなくて、どこでチェイスしてるんだと思って。やっぱあると便利ですね、教官。発電機やってる時とかね。まあ多分初心者、まあ私まだもう初心者と言えるのかどうかすら疑問なまだね。まあチュートリアルぐらいのレベルなんですが、さあ助けに行くか。大丈夫、上、これは上。でね、まあネアでやってて、それなくて、教官がね、一体どこでやってるんだろうと。ああ、行く？行ってくれるなら私バスルームやるよ。よしよしよし、救助された、救助された。あれ？今なんか大丈夫、上。うん、大丈夫、こっちには来てない。猫がね、あそこか、あそこでチェイスしてるな。で、板破壊して、ちょ、ここやりきりたい、ここやりきって、逃げろ逃げろ逃げろあー、すまん、わしのスキルチェックのミスのせいで。あれ、地下連れて行かれるよね。いや、しまった、あそこ板あるんで。
バベチルはないと思うんだけど、待ってくれ、もしかしたら探しに来るかもしれない。まだ近くにいるね。信号は去った。ちょっと待って。地下入った時に反応するパーク持ってってるかな。行く。今あっちやってるから。治療キット使おう。女狩人の子守歌まだ残ってたっけ。残ってる気がするな。残ってるね。ちょ、やる、ここやる。バスルーム、バスルームで逃げ場作っとくとね。ちょっとスキルチェック集中して。あああの人、何回目だ？ほっ。え？なんか今スキルチェック変な動きしなかった？ミスんない、絶対ミスんない。よし。OK。あ、向こうもグレートを出したのか。これはロッカー探してる。どこのロッカー？上か？ちょっと待って、ここ行けないじゃん。開いてない、まだ。ここのシャッター行く、行く、行ける、行ける。助ける、助ける。おーし、クロデット逃げなさい。ここもう終わってる。あそこ、あそこでチェイスしてる。回復、回復、この間に回復する、回復する。スキルチェック集中。持たんか。しま、すま。いやー、逃げたいね。私ギデオン初脱出になるかもしれない、これもしかしたら。まだ上に残ってるね。上で、地下だけとか地上だけみたいな感じで発電機残るのが一番やばいんですよ、このマップって。あと地上、地上に限定していても、あかん、ここ、ここ2人は厳しい。ハントレス離れたね。すっ、いや、いる。まだ地上にいるね。ちょ、私タゲ取りたいんだけど、ハントレスがどこにいるのか皆目見当もついてない。ノアン対策。下か、下だな。大丈夫大丈夫大丈夫。こっちやろう。え、待って、めっちゃ響いてない？ハントレスの鼻歌めっちゃ響いてない？危ない。あれ、あ、いた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 。まずい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 。ハントですね、怖いよね。あの、心音でかいキラーも心音小さいキラーもね、ギデオンってどっから出てくるかわからないんです。見られてる。下行ってない。ちょっと待ってくれ、あんだけなんか板をめちゃくちゃ倒しているけども、
倒してるね。板めちゃくちゃ割ってるけど、あれはなんだ、いっぱい倒れてるのはなんで来てる。でも下にいそうな気もするな。ちょっと待って、どっかにルインじゃない。ちょっと待って、壊してる？どっか通っても壊してる音するぞ。あ、これ通っても壊してる音じゃない？もしかして。こことかない？あー、響く。テレビ。さっき残してたところやりに行きましょう。あそこですね。スキルチェック集中。集中していくぞ。さあ。ほい。気合い気合い。大丈夫。下にいる。下にいる。下にいる。大丈夫、まだこっちには来ていない。上には来てない。大丈夫大丈夫。ほい。いやー、これね、これプラスでルインとか積まれてたら終わりだよね、ほぼ。よいしょ、おいしょと。さあ、どこでチェイス。上でやってるか。そっちでチェイスしてるんだったら、下の発電機をね、やりたいんだけど、下に発電機どこにある？残った発電機どこだ？これも終わってるよね。どっかないかな？あー、やばい。近く来てる。あれ？チェイスはしてないのか？ちょ、待って。回復する、回復する。待って、いやー、私タゲ取った方が良かったかな。ちょっと待って、そこの発電機まだ終わってないよね。やろうやろう、脱出するぞ。何が何でもスキルチェック集中。来てる。無駄に足跡をつけずに。ああ危ない。上引っ張っていこう。足跡を追ってきてる可能性ないか。一応ね、おお、あそこでやってるか。まずいな。あー、しまった、飛んじゃった。あー、死んじゃったか。お水じゃないぞ、全然。ちょ、待て、待て、これはまずい。おお、よく見つからなかったね。ちょっと待ってくれ、スキルチェック音出ないんじゃないか。もう後藤くん行ってない？いやー、ララバイは、女カルドの子守唄は、後藤くん、5回釣られるとね、もう警告音ないんで、ちょっと集中。やばいね、この前だってスキルチェックミスりまくった時なんて、後藤くん溜まってない状態であんだけだったんだから、後藤くん溜まっちゃうともう、かなり厳しい気がするぞ。さあ、でもね、残り1個なんで、ここは集中していきたい。で、今回よく見れてる、周りを。大丈夫、やりきる、やりきる。
私まだ釣られてないから、ここやりきっても、上にいそうだな。誰かに開けてもらうか。いやー、一人死んじゃったけどね、なんとか脱出したい。いる。あ、いいね。これは完全に箱だ。完全に私は箱です。箱ですわ、これは。いや、で、ギディオンはこのね、待って、猫バレてる。バレてるね。ちょ、開けといてくれない？あー、ダメだ。オノマってうまいな。いや、誰か開けてくれないかな。もうそろそろなんだよ。もうそろそろで初脱出なんだ、ギデオン。開けない、まず。まず開けよう。まず開けよう。まずゲートをね、開けといてほしい。で、この距離だったらエンドゲームは回避はできそう。できそうだから、いやー、まず開けといてくれないかな。ちょっとね、賭け、これは賭け。開けてくれ、その間に。お、ナイス、避け。前を通り過ぎていったね。一回下に降りるって手はありか。ちょっと待って、これ、そうか。セルフケアのスキルチェックも音入らないんだ。よし、開いた。開いたぞ。あー、え、でも、バベチリは多分ないと思う。あー、肉壁か。すまん、わし肉壁入る体力今ない。ちょ、絶対救うぞ、あれ。いや、でもボロータイムないんだよな、わし。ちょ、ワンチャン賭け。あー、まずい。あの人何回目だ。ちょっと待ってくれ。何回目かによるけど、ちょっと待ってくれ。何回目だあれ。まだまだあるか。まだワンチャン、ワンチャン助けられるけど、ノーは持ってないよね。あー、まずいまずいまずい。ちょっと待って、こう、まずい。よし、フックない、フックない、フックない。救える、救える、救える、救う、救う、絶対救う。あー、釣られちゃったか。壁入る、壁入る、壁入る、壁入る。早く逃げろ、早く逃げろ。わしはもう逃げる。わしはもう、いやー、それはもう、だって抜けない方が。いやー、でもギデオン初脱出ですよ。抜けたかな。お、
え、ちょっと待って、初めてかもしれない、生存者ランク2。あ、抜けてたね。いやー、でも一人助けられなかったか。いやー、まあ、というわけでね、まあ、ギデオンから私、初脱出となります。まあ、ね、ちょっと二人、クローデとお亡くなりになりましたが、まあ、今回はこの辺でね、終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。